やっほー、ちょっと微妙すぎるこの時間だね。やっほー、こんばんは、こんにちはだね、まだこんにちは。みきちゃん、みやんこ先生、ありがとうございます。やっほー、こんにちは。嘘、まだこんばんはじゃないでしょ、5時半だよ。6時からじゃない？定型文はこんにちはなんかな。こんにちはっぽそうよね。よしさん、ひろたろうさん、なべなべ所長、からさん、なべさん、なべなべ所長、アイスレモンさん、たかちょさん、たかゆきさん、かわいい、ありがとう。たかちょさん、ありがとう。眠すぎるぜ、大丈夫か。ひろたろうさん、よしさん、アンデューさん、そう、これはチョコミントアイスですね。ナオトさん、ヒロタロウさん、食べたくなるね。ヤマピーさん、マーシー、サム、コーラ、 RPG さん、カツリンさん、サイザイさん、カツリンさん、ケンタッキーさん、 RPG さん、ありがとう。あ、定型文は今のところこんにちは。あ、じゃあくしゃくしゃみでそう。はい、じゃあ普通に話し出すやつならこんにちはよ。まだりょこちの声で元気になる。ヨロ、え、ヨロ、 RPG さん、瀬戸香ちゃん、たかちょさん、白にじぴんさん、ありがとう。アイス食べたくなる。マジックさん、ありがとう。え、私さ、今本当にアイス食べたいなって思いながら配信始めた。アイス食べたい、うん、コンビニ行こうかな、いやちょっと配信しようで配信始めた。だって昼間にタコス食べすぎた。モスコルさん、アムトンさん、ありがとう。ケンタッキーさん、マッピー、ありがとうございます。そんなこんなで、ホムさん、そう、タコス、ホジホジさん、100回見に来てくれてありがとう。ホムさん、ありがとう。で、その後罪償いに部屋の断捨離を始めた。丸友ちゃん、トシさん、ヨイチさん、今日はセブンイレブンの日、ほんとじゃん。日向高さん、丸友ちゃん、ありがとう。トシさん、え、利用したらなんかいいことあるかな。丸も友ちゃん、罪滅ぼしか、罪滅ぼし、断捨離した 1.5 袋。罪償いじゃない、罪滅ぼし。罪、ピースさん、ポムさん、ゆうなぎさん、まるともちゃん、チョコミント、ありがとう。ネギショウ牛タンさん、ありがとう。もうなんだろう、普段目を背けてたところとかも、割と本当に私断捨離しすぎて物がいやいやないでしょってぐらいなんですけど、割とね、目を落としてたところもあったみたいで、割と綺麗になりました。サイザイさん、ありがとう。あ、なんて読むのそれ、いい、うん、サトシさん、ありがとう。ホムさん、ありがとう。みそぎみたいな、みそぎみたいな感じ。ホムさん、ありがとうございます。罪償いの方が気持ちこもってていいかも償う気持ちがね。貝柱さん、ありがとう。マーチさん、200回訪問ありがとう。いいね、ポジティブになれる。そうそう、気持ちがねこもってたらなんだっていいよね。未掃除、未掃除。アムトンさん、ありがとう。断捨離配信ではない、うん、もう割と本当にいっぱい捨てました。まだ捨てれるものもあるかもしれない。うん、タンちゃん、ありがとう。バラ、ハーくん、エイちゃん、
アムトンさん、クボズンさん、ありがとうございます。どっちも好きだよ、チコちゃん呼びも。チコちゃん嬉しいわ。リコちゃん、リコちゃんも全部嬉しい。受ける。ユナさん、我々も断捨離されないようにしないとって。けそうよ。いやそんなことない、あるわけないじゃん。クボズンさんありがとう。買えない。リコヤン嬉しくなさそう。え、何の話。ユナさんハートありがとう。いや今考え事してて、ちょっとママに言ってもいい。ママに言うね。とママに聞いてみたよ。山丸さん、チョコミントありがとう。ドサエモンさん、アッキーさん、クボズンさんありがとう。今日はすっぴん。でも髪の毛もやってないし、なんか髪の毛なんか縛ってたらガサガサグサグサになっちゃったから、それだけを綺麗にしたい、この配信中に。今日はのんびりダラ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 配信でも一応準備配信。クボズンさん、ドサエモンさん、タカチョさん、コーラありがとう。そう、ミッションはとりあえず何の準備、役目への、お役目への、役目呼び、やばい。クニちゃん、ルチさんありがとう。お、楽しんでもらえて嬉しい。ポンコツさんありがとう。お役目への準備です。準備ね、オラも準備中、準備しよう。まあちょっとメイクはね、マー君、オイルサーディンさん、平成天狗さん、お役目準備ありがとう。夜勤、夜勤呼び、夜勤ね、夜勤呼びおもろいね。夕勤、夕勤、夜勤、夜勤かな。マジックさん、マー君、コーラ、ヨイチさんありがとうございます。まあでもとりあえず髪の毛、ガサガサ感をどうにかすればいいね。よいちさん、平成天狗さん、午後金、トトラーありがとう。ミーさんありがとう。午後金だね。じゃあ
ちょっと不潔感を不潔感を取り払っていこうかな。髪の毛がガサガサだとなんかちょっと良くない印象もがあるかな。どうだろう。不潔感を取り払っていきましょう。名前は何ですか？ My name is Riko。 ジェリーさん、高千穂さん、ミーさん、平成天狗さん、ケンタッキーさん、ありがとう。そう、不潔感おもろい。確かに。おそばん、おそばんいいねおそばんいいですね。おそばん、ちばんって呼ぶ、もしかして。ハリー、ありがとう。チョコミント、あとは、まあそんなもんね。トラッキーさん、ハリー、ありがとう。あくびしちゃった。ジェリーさん、ありがとう。あ、名誉会員、そうなんですよ。嬉しいことに日本組協会の名誉会員として T シャツいただいて、会員証もいただきました。あ、おそばんでやってる。平成天狗さん、ハンニバルさん、ハリーさん、ありがとう今あくびしてた字は。平成天狗さん、ありがとう。お疲れ様。そうなんですよ、嬉しいよね。あ、14番目か。平成天狗さん、ひひさん、けんせいまさしさん、こもさん、ありがとうね。名誉、あっすーさん、ハートありがとうございます。ね、はせぴーさん、え、もう私結構幼少期からグミ好きだったんですよ。好きなお菓子グミだったな。ハスピーさん、カゲロウさん、ありがとう。だからですかね。ありがとう。ほら、やばい、ガサガサじゃない髪の毛。サンニバルさん、キアさん、ありがとう。ね、すごいよね。では、ちょっと髪の毛、整えていく。私さ、あとさ、使いたいものがあってさ、今日前髪固めるスプレーじゃなく、ブラシみたいな、ね、なんつったら、マスカラみたいなスティック、前髪キープスティックみたいなのを今日買ったんですよ。だからちょっとそれをちょっと今試したい。嬉しい。セブンネットの写真集の特典好きでした。どんなのだっけ、ちょっと待って調べよう。セブンネットは、
ちらですね、緑のワンピースとアメリカ大陸ですね。アメリカを背負った女ね。緑のワンピースはお嬢様すぎてすごい好き。出国好きなのだ。マジ好き。ヤッホー、アムトンさん、ミキアくん、ありがとうね。オールナイトフジコすごいよね。ハンニバルさん、ありがとう。小型ペンギンさん、アイスありがとう。ハンニバルさん、キハさん、佐藤なんすけさん、遠い惑星さん、ハセピーさん、ミサキちゃん、ありがとう。あ、前髪キープマスカラ。あ、マスカラなのあれ。タカチョさん、ありがとう。15分574日、ありがとう。ハニバルさん、わわ、ミサキちゃん、アイス、あ、リポストした、バレた。ユナイテッドだよね。2冊買えば2枚もらえますかね。もらえるよ。 JT さん、アムトンさん、ありがとう。帰国するの、いいじゃん。あ、顔アップ系か、なるほどね。確かに黄色い花とかご飯食べてるやつとか顔アップ。チョイスも全然、よかった。全部ね、自分でチョイスした。ロッピーさん、ありがとう。トレード会とか、うん、やっちゃってください。まあ本誌にさ、本誌がどうなってるかわかんないじゃん。リカコちゃん、ミキアくん、ありがとう。生写真みんなで交換しね。髪の毛もう熱通しただけで一気にさすね、すごくない。ケイタさん、電子も欲しい。あらあら、電子版な、電子版ないもん。電子版ってどうやって買うの？どうやって保存されてるの？どうやって見返すの？リカコちゃん、ミキア、ロッピーさん、ケイタさん、ミツさん、トラッキーさん、ありがとう。あ、広島タワーレコードのね、特典も、私もあれ好き。ちょっと目力って感じ。サラサラ具合伝わってきた？アイロン通したら本当にすごいんよ。髪の毛めっちゃサラサラになるけ。ヘアアイロンすごいけ。あ、パソコンでってことか。リカコちゃん、春眠なめきちさん、ありがとう。アイロンマジ天才なんやけ。目で見る。アイロンって痛まない？痛むんやろうけど気にしてないか。あとはあれ、痛まないアイロン使ってるかな。確かに染めなかったら、そうね、髪の毛それこそ染めたりするとやっぱりダメージ加わるよね。キオ兄さん、タカチョさん、ありがとう。馬一筋さん、私はね、まだね、染めてはないの、染めたことはないので、あれやけど、黒染めならある。黒染め、髪の毛を染めろという大人は何が気に入らない。広島市民になりたかった、残念。安幸さん、ぼうくんさん、たかちょさん、のらくろさん、さよしさん、りかこちゃん、けんちゃん、
安焼ぼうくんさん、さよしさん、かえるさん、さよしさん、ハリーさん、ありがとう。あと前髪ね、嬉しい。でも明るめも気になるよ。たかちゃんさん、みさきちゃん、ありがとう。明るい髪の茶髪、茶髪も憧れるな。でも髪の毛さ、うえちゃつあつ、イメチェンしてみたいと思ったりもする。例えばウルフとか、ウケる。ボブとかショートもしてみたいし、ハヤトさん、コーラさん、ありがとう。アイドルになってなかったら何してたか。薬学生かっこつけてる、薬学生。受かってるかは別として、くにちゃんありがとう。ボブしてみたい、本当に。てか割と、なんだろう、私のファンの方は髪の毛染めるの反対派とかいるのかな。自由にしない派が多分多いか。ママが嘘ニートやんって言われた。ニートでした何してるか、ニートだと思います。でも割とそんな気もすることもないな、本当に。スノーありがとう、アイス、タンちゃん、マコクマさん、ケンちゃん、ありがとう。しんいちさん、くにちゃん、はやとさん、ほら、 99% 自由派、嬉しい。しらすさん、ジェリーさん、ありがとう。なんか黒髪絶対派はあんまりいないよね、いないよね。なんか逆に、なんで、なんだろう、人もさ、なんつったらいいんだろう、分からんや。いる？いる？黒髪絶対派なんているの？なに？カイマンさんありがとう、みさきちゃんありがとう、キュートなニート、ニート、ニート、ミートって言おうとしちゃった今うん、反逆の象徴にはならないよ。そうだよね。ミキヤくん、ありがとう。
は絶対に合わない。なぜかというとブルーベースじゃないから。リコちゃん染めたら戦えそれな戦えそうだよね。わかる。でも多分だけど、山丸さんありがとう。うん、言えべ言えべ。え、多分やけど、私がこんな、私は多分見た目は清楚にしておかなきゃダメな気がするの。性格がこんなだから。ピースさんありがとう。ブラックコーヒー飲めるけど歯が黄ばむ系怖いけどね。そういう理由よっ。スノーピースさんありがとう。今はねちょっと茶色いんだよね。それでもそう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 、調子乗ってるって思われちゃいそう。本当に本当に本当に思われちゃいそう。こんな感じ。え、じゃあこれで前髪こんぐらい。本当は金髪のなんかもう変、なんかもうボブワイルドなショートカットとかにしよう、したいぐらいだけど。見た目で判断されちゃうからね。スノーピース、ありがとう。僕が見てください。これです。私が購入したの。前歯開けちゃったけど、これ。ケープのフォーアクティブ前髪ホールドミニマスカラ。ケープ独自処方。どんな前髪も夕方まで崩さない。やばい、夕方過ぎてるけど。夕方まで崩さないらしいです。そうね。銀太郎さん300回見に来てくれてありがとう。ケンちゃん、マサさんありがとう。でもそう、多分ね髪の毛ね飽きそうだよ。そう、ではもうこんな時間なのにどうやって使うの。前髪をね撫でるだけ。ハピポンちゃんありがとう。やばい、こんな感じでいい。てか別に見た目を気にするようなお役目ではないんですが、全然そう撫でるだけでいいっぽい。これまあいいや、なんかこの前髪変だな。まあいいや。もう変だな、まあいいや。変だな、まあいいや。バジル緑茶さん、シンプルに佐々木さん、おへそさん、ありがとうございます。ありがとうって言ってした。おお、こんな感じです。これを。今までで一番いいかも。ジェリーさんありがとうね。本当にマスカラみたい。え、今までで一番なんかいいかも。いくよ。え、すごいかも。ここら辺はちょっとの束しか、ちょでもここら辺とかも固
止まってるのじゃ。ほら、はっ、すごいすごい、たかちょさん、なべさん、けんちゃん、す、うん、なんか崩れた。もうちょっと塗ってみる。けんちゃん、なべさん、たかちょ、でもこんなことせんしさ、普段の動きで。ハリーいいね、ありがとう。え、そうそうそう、スプレーみたいに無駄なとこにつかないからいいよね。ちょっともう一回、なんか塗りすぎちゃったかも。でもいい気がする。これいい気がする。ほら、ぼやっきーさん、やすゆきさん、え、ちょっと感動してるかも。私割とスプレーに、スプレーより好きかも。ぼやっきーさん、やすゆきさん、たかさん、こうさん、スノーマジックさん、フジポンさん、アムトンさん、すごい、ちょっといいかもね。ちょっと整えただけですぐ戻ってくる形状記憶。いいっすね。けんちゃんありがとう。まこやんさんもありがとう。あわあのしんち、かわいい、ありがとう。公園で使いたい。しょうくんありがとう。湿気の多い日も安心かもしんない。いいね。いや絶対他のメンバーも知ってるでしょ。私ってかなり時代遅れだよ。もうメンバーは皮膚と髪横毛をこうやってつけるノリスとかも知ってるもん。だから横毛が動かない。この毛が、この毛とここをノリでピトってくっつけて公園出てたりするし、私より物知りだよ。だから私は、え、そういうノリがあるの。ちゃんとそのためのノリとして売ってたり、売ってるの。触覚ノリ。今日の化粧めちゃくちゃ大好きって言われてる。嬉しい。ゴミゴミ可愛い、ありがとう。ね、音楽の日も楽しみです。ね、でも私は。使ってない。実は、で、私今日の化粧可愛いですか？今日はですね、すっぴんですね。あれ、あれ、汗汗。ゴミゴミ、可愛い、ありがとう。明日の化粧めちゃくちゃです。嬉しい。よかった。ああ、あのしんち、可愛い、ありがとう。うん、あ、ほんと？すっぴんって言わないと分かんない。うまい棒何味派ですか？ね、照り焼きハンバーガー。小型ペンギンさん、かわいい、ありがとう。いつもかわいいのとありがとうございます。いや、かゆい、私がち、今ここが畑ができて。けんちゃん、かわいい、ありがとう。うん、照り焼き味が好き。え、割とマジでいいかも。ほら、前髪
間だったらフワーンってなるけど。おお、いいねこれ。鈴木秀和さん結婚し無理だよ。かわちゃんかわいい、ありがとう。ウケる。反対から読んでもさ、リコのトリコっぽいよね。ツーショット撮ろうよね。嬉しいんだけど前髪がこんな。普段さ、私プライベートであんまりスプレーするの苦手なのよ。でもこれはいいかもしんない。ティアラニアサさん、ハンニバルさん、ありがとう。検証してた。そう、良きすぎる。アムトンさん、ありがとう。うん、すぐ乾く、すぐ乾く。速乾でした。ナチュラルだね、すごい。愛の重さ300万回再生ですか。なんかオフショット投稿しようかな。愛の重さ初めて分かったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい、なんかまるで世界勝つような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、無責任に愛した心は軽々と持ち上げてた。じゃん、ダララダラダラダラ。え、あと17人。でもさ、着々に伸びてるの嬉しい。私だよ、この私だよ。チャーさん、マサさん、ありがとう。チャチャ、チャ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 バカしからさ。ずっと、え、アンナチュラル5話まで見てんの強い。早く追いついて。9話が一番やばいよ。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえって気持ちになる。ケンちゃんありがとう。タカチョさん、マサさん、チョウキチさん、ありがとう。髪の毛はナチュラル、ドラマはアンナチュラル。そう、私ナチュラルな。マジ頑張ってほしい。写真しようか。ズーデスさん、チョコミンありがとう。ケンちゃんもハートありがとう。チャーさんもチョコミン、マサさんもアイシュありがとう。サイマジョ好きでした。タカチョさんありがとう。まだ引きずってる。元気になれる方法はただ一つ、レモンを歌う。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る。忘れたことのない、なんちゃかかんちゃら、なんちゃらららん、ちゃんちゃんちゃらららららら、ちゃちょるるるるちょろちょちょるちょるるちょちょ。ケンタッキーさんありがとう。恋人になってコーラ結婚して無理。チコちゃん認識早い方ですか。うん、多分そうだと思う。てかかなりそうだと思う。ここにいる人たちはみんなすぐに認知されてもうびっくりみたいな。私って子供みたい。 I know フレイヤ。タンちゃんありがとう。え、アンナチュラル全部見たよ。早っ。どうでした。まあ早ってそんなもんか。なるほど、そういうドラマか。そうよ、歌がちょっと変わったよね急に。カラスさん、ハリーさん、アーさん、夢ならば歌おうよ。マジこれ歌ったら元気になるから一緒に歌おう。
夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。歌えてない。アーさん、ハリーさん、ありがとう。記憶力そうだよね。アムトンさん、カゼさん、マサさん、うん、即認知。生誕祭行った人全員覚えてる。あ、癖が強かった人は。ケンちゃんありがとう。ハリーさんありがとう。トトラありがとう。スノーありがとう。ハリー、トトラ、どこの範囲までなんだろう。生誕祭に来た私のファンの方は全員覚えた。私の水色と黄色を常に振ってた人とか。ロムさん、リノルフィーさん、あーのせんち、ハリーさん、ウェ。中堂さんより六郎好きそうね。あれは栗田さんみたいな人は。めっちゃスマートじゃない。一番、あ、米津玄師さん徳島県出身か。まやちんさん、ひでぶーさん、さなまるママ、のぶーさん、ありがとう。確かに米津玄師さんよね。米津玄師。逆。のぶーさん、チョリガーさん、のぶーさん、まやちんさん、ありがとう。確かに好きなタイプでわかるよね。六郎が好きか、六郎が好きか、中堂さんが好きかでだいぶ変わる。この二択大事よね。確かにな。でも中堂さんって一途すぎない？ケンちゃんありがとう。あと中堂さんってめっちゃ一途じゃない？マロマロさん、100回見に来てくれてありがとう。だってネタバレになるから言えないけど超一途よ。なんかクソがクソがとか言ってるのにめっちゃ低い声だよね。クソが、あー、クソ、クソが、クソか、クソだな、クソだ。ずっとこんな感じに言ってるじゃん。連休日記見しなさい。あなた夜更かしするならアナチュラル見なさい。ミキヤくんありがとう。石井さんありがとう。レインボー、山丸さん、石井さん、ピーヨコちゃんマンさん、ありがとう。何回そうすごいみたいな感じだけど、でも彼女のことになると大事にしてるじゃん。そう、いいじゃないかみたいな。私ってこのピンクの体、絵本を出すのが夢なの。いいじゃないか、売れんのかみたいな。でもなんか良さげじゃん。だってさ、クソがとか言っててさ、マジクソがとか言ってんのにさ、彼女のことピクニックに連れて行ってあげれるんだよ。絶対優しいじゃん。鍋さんありがとう。そう、ツンデレなんだよ、ツンデレ。まやちんさん、かぜさんありがとう。そう、おもれ、おもろし、おもろ、おもろすぎない？トリケラトプスだよ。ゆきやくんありがとう、ハート。うん、マジおもろいじゃん。笑っちゃうよ、すげえとか言ってのに、彼女になったらピクニックに行こうか多分言ってるんだよ。その描写はなかったけど、でもじゃあ今度の日曜日ピクニックに行こうかって言ってるんだよ絶対。で一緒にピクニックに行って、ほら彼女の夢の話を聞いてさ、私はこういうのがしたいんだ。いいじゃないか。多分そうだよ。彼女が頑張って作ったサンドイッチもうまいな。中堂さんかわいい。そんなんじゃないの。石さん、ひろたあるさん、ぴよこちゃんまんさん、あっくんかっこいい、ありがとう。よもつくさんもありがとう。面白いじゃん。そう、
そうだよ、大人になりましょう。えぇ、大人だよ。うん、超面白い。ケンちゃんありがとうとか、考えてた。モノマネ上手でしょ。でもな、じゃあ六郎は、え、めっちゃ似てるよね。六郎は、六郎は美琴さんのこと好きだったのかな。そういうのが分かんなくてさ、六郎は美琴さんのこと好きだったのかな。ありがとう。そう、リコの鳥。リコの鳥さん。ユウさん、ありがとう。ルクロウは、ルクロウのそういうのは分かんない。リクロウは多分チーズケーキめっちゃ作ってくれる。リクロウは多分めっちゃチーズケーキ作ってくれるし、絶対チーズケーキ。ピクニックになったらチーズケーキ焼いてきたよ。こんなんじゃない。チーズケーキ焼いてきたよ。だよ、絶対。笑顔のなんか印が押されてるよ。だから六郎はね、いや想像できないわ。ヘッポコって呼ばれて、言われて喜んでそう、それぐらいしか分かんない。そう、リクロウはそう、寒い、なんで必死頑張って、チーズケーキピクニック。でもチーズケーキ作ってくれるの嬉しすぎるかも。リコのコリ、マコトさん600回見に来てくれてありがとう。もうリクロウはいつも俺のことをヘッポコって呼んでたよな。でも今日だけは違うぜって、すごいなんかガーってなりそう。何を想像してんだ、本当に面白い。リクロウジさんは、僕はチーズケーキ以外のものは焼きません。一途。でもアップルパイ焼いてるからな、リクロおじさん。確かそうだよね、リクロおじさんクッキーとかも焼いてるよね。チーズケーキだけじゃないね。ちょっと前髪さ、どうなってんの。でもさ、割と硬い。硬くない、ただ整ってるよね、だいぶ。そんな何もつけない前髪よりも整ってるよね。そして正解なの。てかこの毛抜きたい。なんかちぎれた。抜けなかった。ね、爆笑をキープしてるよね。リクロおじさん、カヌレなんか焼かんぞ言ってそう。確かに言ってそう。551の豚まんはね、臭くなっちゃうから、めっちゃ多分清潔なんだよ。551の豚、なんで急に551の豚。リクロおじさんつながりでしょ、絶対。ビアードパパはね、絶対もう、な、絶対優しいよ、ビアードパパ。大量にシュークリーム作ってんだよ。絶対優しいでしょ、あんな。シュークリームってなんか包容力ありそうじゃない。
から絶対優しいよ、ビアードパパは。ケビンさんありがとう、ミキヤ君ありがとう、ハリーさんいいねありがとう。あ、彼女は私です。 She is me、 I am her。 仙人さんありがとう。メロン音楽の日よろしくお願いします。あさって楽しみだ。ステラおばさんはマジで絶対みんなの親戚のおばちゃんになってくれるよ。ジャムおじさんは絶対あの悪のあれがあるから、陰謀が絶対あるからダメ。関西弁で話したろか。うちな関西弁で話せんねん。絶対違うよね、怒られちゃうじゃん。ソフさんありがとう。うん、なんかわ悪の闇の組織とつながってるから。おっとっとさんありがとう。絶対ジャムおじさんそうで、アウト、アウトでダウト。ソフさんありがとう。寒くなってきた。寒い寒い寒い。気温室内の温度。寒すぎ、寒かった。うん、彼はスパイ。てかよくないよくない、前髪。やっぱり何もやらん時よりかは。うん、20度。そう、おっとっとさんありがとう。寒すぎ。おレベル10さすがですね。寒い。いいね前髪、いいね。ほぼ冷蔵庫常に可愛い。嬉しい。ソイミルクさんありがとう。チョコミント前髪いいよね。え、嬉しい、買ってよかった。でもこれなんか聞くところによるとニキビがで合わないとニキビができるみたいな。ちょっと調べてみようかな。スノーありがとう。え、それなウルリスとかもさ、コラブさんとあれだよ、コラボしてる。わかる。あくびしちゃった。そう、うん、それは嫌だよね。スノーありがたいしょ。そう、おでこにニキビは絶対嫌だからな。エルさんありがとう。あ、そうなん。でもなんかこのケープのマスカラは合わないとニキビができる人いた、メンバーの中で。そうだから、それを教えてもらって、怖いなと思いつつもちょっと試してみる。でも他のやつもあるから、合わなかったら他のやつも試してみる。これが合いますように、ね、
に口を開ける。小山さんありがとうね。公園でも検証したい。そうパチですとパチですと。マジャさん、ヒデさんありがとう。あくびを英語でヨーン。タカチョさんありがとう。チャパチャパね、合わない人は合わないよね。パチです大事。まだまだお役目まで時間あるんだよね。すぐ終わるといいな、お役目。そのまあ仕事ではないですので、スムーズに進むといいなって思ってますね。たくさん話そう。詰め切ろうかな。うん、なんか今いい匂いがした。あ、そう、え、でもオフです。お仕事ではないけど、お役目、いつもお仕事のことをお役目と呼んでる。やらないといけないこと、そのようにトン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 。私は今はね、忍びの家を見てるよ。忍びの家、シンプルに佐々木さん、ありがとう。すごい。でも私が今からすることは言えないよ。ついてきたらどうするの、誰かが誰かがガチャガチャって来たらどうするの。あ、お役目は仕事のことです。でも、うーん、しなきゃいけないことも含めてお役目と今日は呼んでみた。うーん、テクテク、そうだよ、ついてきちゃったらどうするの。今お寿司のなんか漫画読んでる。ちょっと今ちょっとこの漫画だけを読ませて。2コマ2コマ2ページ2ページそれがさ、そうなの、断捨離で見つけたレシート結構あって悔しかった。6月のなんかやけに少ないなと思ったんよ。いやー、この日のレシート絶対どっかあったでしょみたいなやつが出てきたんよ。悔しかった。へー、お寿司。そう、レシートを入れる箱を作ったらいいのにさ。けんちゃん130ブルース、ありがとうね。残念だけど、まあ吹っ切れ。けんちゃん130ブルース、ありがとうね。お寿司食べたくなる。おお、よよよよよよよ、みきやくん、ありがとう。あわわ、ハリーさん千万両ありがとう。確かに、うん、
アナログだね。じゃあどっちかといったらアナログだね。そうなんよ。時すでにお寿司。そう、大事な食料を。確かに確かにモバメに、モバメになっちゃう。肉の気分、私は今はアイスの気分、アイスとチョコレートの気分。アイス食べていい？そう、チョコミントアイスとか。ハンニバルさんありがとう。あっくんもありがとう。そうなんよ。シンプルに佐々木さんありがとう。チョコミントアイス。ハヤトさんもチョコミントアイスありがとう。あー、お好み焼きいいね。ケンちゃんありがとう、チョコミントアイス。嬉しい、写真集のカット全部可愛いの嬉しい。え、今日さ、私割とさ SNS 頑張った方じゃない？インスタグラムの本投稿もして、ストーリーも上げてみたよ。どうですか？それが当たり前なんだよ、リコチからの。昼頃にもグミ投稿をさせていただきました。リコチ、それが当たり前なんだよ。ハニバルさん、ハリーさん、ブラボー、ありがとう。ハリーさん、ハリーさん、パチパチもありがとう。いやー嬉しいよー。そんなよ、え、そんなに褒めてもらえる？ミキヤくん、わわ、リサーチャーさんありがとう。頑張ってて、えらい、えらすぎる、えらいよー。ハリーさん頑張ったもん、ありがとう。ハリーとオリちゃん、リサーチャーさんありがとう。えらすぎて泣けてきた。モバメも早いし、起きたら送るからね。確かに早い方だったよね。でしょ？かき氷屋さんどこにあるのこれ？福山か、遠いね。鈴木秀和さんありがとう。ハートしょ、可愛かった今日も。でね、いっぱいコメント来てて嬉しい。全部読んでハート今から押していこう。そう、22時のお団子状態やばいよね。お団子状態一目骨ってきたよ。何一目骨って？黒似合います、嬉しい。でしょでしょって言ってみる。大人っぽい感じが出ていてとても素敵。やっぱ黒には嬉しい。好きだよ、ありがとう。福山遠いよ。そう、福山遠いよ。だって福山って新幹線の駅があるぐらいだもん。広島駅、福山駅、普段とは違った雰囲気がいいですね。全身嬉しい。オーバーサイズのひらひらも足先までキラキラの帽子も似合ってて、かい全部見てる。2024年七夕の思い出。バリーさんありがとう、チョコミント。これで祝福っていう絵文字。めっちゃめっちゃ美しくて可愛いです。このコーデでベレー帽を選ぶのがクロイズムよね。どういう意味？可愛いし綺麗、そんな目で見つめられたらドキドキです。私服鈴木秀和さんハートありがとう。もこさん300回見に来てくれてありがとう。わあ、バリーさんチョコミントありがとう。食べたい。こんなめちゃかわの格好で街を歩いていたらまたナンパされてしまうよ、リコチ。それにしても美脚すぎるよ、チコちゃんの体も。ういける、もう読むのやめた。
ありがとうございます。全部読んじゃう、全部いいねした、これ全部いいねしちゃう。嬉しい、服かわいい。ペンダント、なんでさ、みんなさそこばっか見るんだろう。そういう問題かな。わかった、イヤリングのことでしょ。髪の毛切れ、嬉しい。オッケー、おーきどき16個も私今さインスタ投稿できてるじゃん、すごいじゃないの。バリーさん、アイスありがとう。鈴木秀和さん、ハートありがとう。あ、ほんと嬉しいな。え、嬉しい。なんか先輩からいいねもらえるのとか超嬉しい。あれ、なんか来た。コバさんありがとう。バニラでした。アイスってなんでこんな美味しいのかな。ミキヤくん、シラスさん、コバさん、バリーさん、鈴木秀和さん、みんなありがとう。コバさんありがとう。バニラ、え、すごい、こんな時間の配信でもみんな見てくれてありがとう。 Q さん、かわいい、ありがとう。トラッキーさん、ミヤちゃん、鈴木秀和さん、コバさん、サム、ありがとう。盛り上がり一番すごいね。まだね、そうだ、載せてないのあるんだよ。あとストーリーにもう一個載せたいのがあったんだよ。これだ、これだ。できた、これでいいかな。コバさん、バリーさん、トトラー、キハさん、コバさん、バリーさん、みやちゃん、もうみんなチョコミント、さすがすぎて。コバさん、佐藤のんすけさん、ありがとう。みんなチョコミントでもさ、今のセブン売ってないよね。前のセブンは売ってたんだよ、一昔前のセブンはチョコミントいっぱい売ってた、いっ
っぱいではないけど、でも今またシーズンが変わったから、マスノリさん、ユーマさん、コバさん、ね、送った、載せた、よし、チェリーさんありがとう。あ、ガリガリ君のチョコミントもそれなくなったよね。インスタコメントしたありがとう。みんな私がチョコミントを食べたいをかきたてるゆうさんありがとう、チョコミント、うん、わかる。新札まだ手に入れてない、いつ世に回るの。でもさ、私割と電子マネー派なんだよね、キャッシュレス派なんだよね。ヤスさん、トラッキーさん、岩尾さん、ナオピーさんありがとう、ミキア君やばい、チョコミントありがとう、トラッキーさん、コバさんありがとう。じゃけ、そうなんよ、私もトラッキーさん、ウィルサーディンさん、やけさ、コバさん、あ、ATM 出てこないんだ。でもちょっとはお札入れてる、ちゃんとね。コバさんありがとうアイス。そう、あのフィルター超かわいいよ、ぷちゃっこみたいにつくの。かわいいフィルター模索中。バレンシオさんありがとう。うん、自販機で缶飲料買うときもスマホ決済、うん、が多いかな。っていうかあんまりね、自販機も使わんね。今かわいいフィルター探すわ。ストーチレモンの、みやちゃんありがとう、お口に合って嬉しい、コバさんもありがとう。何一番使うかな、ネズミが出てくるやつ。ラタトゥイレ、ラタ、ラタ、ラタトイレ。ありがとう、ラタトゥイユ、
出してみた。コーラさんありがとう。このフィルター超楽しいかも。ダメだよ、可愛いの探してんだから。韓国とかで調べたらいけんじゃない。可愛いのいっぱい出てくるんじゃない。なんか違うけど、可愛いんじゃない。いやなんか変な感じだよこれ。なんか唇に歯にまでなんか唇についてるよこれ。やめときんちゃい。何これ。ふみさんありがとう。水面下で遊んでるよ。え、可愛いかも。じゃあこれはセーブドラフトにしとくね。ふみさん、よひつじはざらさんありがとう。みきやくんありがとう。水面下、水蓮の花のように水面になんちゃらかんちゃら。コーラありがとう。チョコミント、オリーブレモン、ミキヤくん、まこやんさんありがとう。水蓮花じゃないか。これもじゃあセーブドラフトにしとくね。リコちゃんって前からこんな、え、どんなイメージなの私って。てか私ってどんなイメージ。てかさ、私を見つける前ってさどんな気持ちだった。私そんな見つける前とかなかった。私のこといいなと思う前は別にみたいな感じでした。別にリコチ何みたいな。悪い印象から好きになった人とかあるんかな。そうだよね、見つける前って無だよね全然。バリーさんありがとう。アイシュ、ハリーさんありがとう。あー、振りも多くて元気な子。あ、そういうことね。あー、お調子者。そっからさどうやって好きになるの。好きっていうかなんか、あー、ただのうるさいだけの子。え、やっぱそうだよね、そういう系じゃない。やっぱからさ、今ってどういう気持ちなの。あ、最初が、あ、そっか、ずっと同じ気持ち。みやんさんありがとう。あー、2期生詳しくないとかあるよね。今も変わらず、あ、お調子者、うるさいとか思ってるの。初めて選抜に入った時はにはまだ知らん。あー、なるほどね。スペサポのチャイナドレス、何それ。ショールームでイメージが変わった。あ、そうなんだ。実物見た。今おもろい。おー、嬉しい。面白い子が俺って言ってたんだ。いいなーと思って。あ、そうなんだ。やっぱ一期生さん好きな子はそうだよね。やばい、髪の毛触る癖が止まんない。コンコン、チョコミントありがとう。まあ、うるさいけど、ただのおバカちゃんではないことは分かった。おー、嬉しいね、そういうのは。しんいちさん、ありがとう。可愛くて面白い女だから見てしまう。嬉しい、そう思ってるんだ。なるほどね。 YouTuber ピーボちゃんもコンコン、チョコミントありがとう。あ、切り抜きね。なるほどね。嬉しい。切り抜き結構強いね。カイさん、コンコン、ミキヤくん、コンコンさ、この前のなんか投げ逃げのやつまだお礼かけてない。これスクショしてください。
昔から、あ、本当？そんな印象変わってない？いいね。あ、切り抜きなんだ。パリーさん、コンコン、カイさん、ありがとう。チョコミント、じゃーん。コンコンありがとう、じゃーん。ユーティリアティ、ユーティリアティってすごいなんか難しい、わかんない。応援したくなった、嬉しい。そうなの？何これ、タイヤキングのイベントのお礼だよ。たくさん応援してくれてありがとう。コンコン、コンコンのアバターを可愛くしてみた、もっと。あー、あれか、スペースアップ楽しかったよね。ほんと？飛び飛び出てると思ってた私。嬉しいな。しんいちさん、山丸さん、ありがとう。ありがとうって来た。こちらこそ。で、タワーの俺、今も、今しちゃおうかな。今してもいい？あなたが投げ逃げしたタワーです。ピカニャン、ありがとう。もう忘れてるわって来た。忘れんね、私は。忘れてないよ。あ、今日はちゃんと綿棒と洗剤買いました。ピカニンありがとう。バリーさん、スノーありがとう。なんか嬉しいですね、私のことを。やっぱそんな、時間が経ったらやっぱり理解してもらえるって嬉しいですね。ほんと、投げ逃げギリギリタワーしてた。バリーさんありがとう。スノーもありがとう。お礼タワー用意しないとダメ。やられる？それはいらないわよ。本当にこの、じゃあちっちゃく、ん？さっぱり書くね。なんかもう、いやーありがとうってしたらさ、すごいなんかあれされそうだから。じゃんけんさんありがとう。コンコン投げ逃げありがとう。ピカより。そうだよ、無限ループになっちゃうから。え、高級そうなペンで書いてたよね私。コンコンへ投げ逃げありがとう。ん、すごい高級なペンじゃない。え、これさ、何円するんだろう。いただいたのでわかんない。タワーが帰ってきた。こわー、バリーさんありがとう。こわー、こわー、もう何もできんわ。コンコンありがとう。これはもうここで止めとかないと。お礼タワー怖いよー。ありがとう、じゃあいただくわ、そのお礼は私が。ありがとうコンコン、いただくわ。チョコミント、ノブローさんハートありがとう。果物を逆から読むと頭の回転が良くなるらしい。何、ナババとか。あ、違う、ナナバ、ロメ、カミ。え、勇気、回数、ルプ、ルプッパイナ、ルプイパ、ルプイパ。ナブローさんありがとう。ワキューさんありがとう。ああ、新種減っちゃった、追加してもらわなきゃね、写真集。すごい、もう鬼畜、鬼畜アイドル。ゴンリ、ウドブ、ノモダク、
ウドブいた。桃シナキラキラキラーって、カイスロメ、スンラフラ、スンラフラ、スンラフラ、ぐらいじゃない？ゴンマ、ゴンマ、ゴンマ、今さあゴチ、あいやむずいって、シャインマスカット出て、イリベールブむずとかすまん、イシイエアシトッカスマンニアシ、むずいでしょ、ロメスデンが逆再生してみたい。何の話や、果物を反対から読んだら賢くなるよって話、頭の体操になるよって話。ピーヨコちゃんもありがとう。シャインマスカットはくじけますねこれ。ね、逆再生面白かったよ。次の公演これで出ようかな。でこっち何してるの？うん、かわいい。この髪型で出よう。パイナポー。マイカーリニューアルで。やばいよ。確かゴルダルの髪型。君の好きな最強ツインテール。リズキアンさん100回やと。これはパイナップルヘア、これは短いツインテール、 PPAP だよ。ミキヤこのままありがとう、チョコミンありがとう、チョコミン、チョコミン今ね配信しながらね、次はどこを断捨離しようかなってね考えてた。次どこ断捨離しよう、真剣に考えてた割と。でしょ、間違えた。あーハーフツイン好き。でもいいよねハーフツイン、かわいいもんね。 FJK さんありがとう、アイス。僕のお腹も断捨離大丈夫？何があったの？何？西へ向かう俺のアイデンティティ、おもろい。 FJK じゃなかった、 JFK だ。バリーさんありがとう、アイシュ。え、そっか、え、アイドル曲誰、え、アイドル曲何歌う？ハーフツインか。でもこの前は本当は昨日の公演でハーフアップしようと思ってたんだけど似てになりました。暑いからね。銃ありがとう。ね。あっ！クリスマスコンサートのツインテールは、あれはガチで仕上げたツインテールだったよね。なんであんなに
すごいよね。めっちゃ仕上げてた。どこ？どこ？タコテールしよう。どこ？てかナイトクルージングも出たかった。どこに書かれてる？分かんなかった。どこにも入ってなかったね。そうね、ナイトクルージングボルワンみたいな感じだと。あ、出てきた。ハンターさんありがとう。あー、時間短いのか。あ、あった。かなちゃん、え、ほんとじゃん。あ、マイカー、本当だね。新生マイカーと一緒だね。新生マイカークラブ。え、そっか。あ、いいね。サラピもいるんだ。ぴったりだね、サラピに。アニメ曲歌いたかった。割とメンバーみんなバラバラだね。たけしーさんありがとう。あ、時間制限、確かにね。たけしーさんありがとう。よもよさんありがとう。鈴木秀和さん、フェリーさんありがとう。ちさんありがとう、200回見に来てくれて。なるほどね。え、ねえ、どんな歌歌う？どんな歌歌う？てかお話し会が明日の13時までだね。みんな忘れないでね。よもよもよ、間違えた。よもよさん、鈴木秀和さん、フェリーさんありがとう。みんな忘れてないよね。確かにハム太郎はアイドル歌か。あ、確かに。アニメだったら何歌ったの？びっくりびっくりビンビン、不思議な力が湧いたらどうしよう、どうする。誠さんありがとう。とか、たとえ火の中、水の中、草の中、森の中。古いアニメ、新しいアニメ、割と古いアニメかな、どっちかって言ったら。縁日の内容に合わせしておく。とにかく私が頑張ったよ、おまけ作り。唯一無二のものをゲットできるからね、ぐらいかな。でもさ、当日も来れたりしないのかな、当日券とかで。確かに新規ポケモンのさ、声優さんさせてもらえないかな。おいにーみたいな、おいにーみたいな。いろんな鳴き声あるけどさ、もうポッポクルとかなさそうじゃない？いや、あるよ、絶対いる。ポロリ、あ、ちょっと違うな。ルルとかは
ホゲータやん、チョコチコリータもおるしさ、もうむずいよ、ほとんど奇術じゃん絶対。まだ泣かれたことのない言葉はあるかな。だってピッピーとかも絶対あるし、ピッピーやん、だってピーとかも絶対あるだろうし、プープルルン、プルルンは長い。シロさん300回見に来てくれてありがとう。サクッとか、サクッとかなさそうじゃない、ペーとか、確かにペーなさそうだよ、ペー、サクなさそうじゃない、キクとかなさそうじゃない、キクとかなさそうじゃない、キクいいじゃん、キコとかさ、サクラミスサク、マジか、悔しい、サクサクラとか言いそうだもんね。スノーありがとう、アイス、さくらって言いそうだよ、泣き声泣き声、めめウケる、ロバート秋山さんや、ライオンのキャラメルやん、ライオンのキャラメル、なんだっけ、ライオンのキャラメル、キャラメルのライオン、どっちかのそういう名前の子役やん、メメー、もうあとそろそろ7時になったこと、話に夢中で気づかなかった、した石さん可愛い、ありがとう、ムービングさんもありがとう、天才子役めっちゃ懐かしい、なんでさ、 なんでそう同じようなの知ってんの、面白すぎるでしょ、メメー、秋山さんのネタ結構好き、結構好きっていうか、あの結構見てる、めっちゃ見てる、メメー、え、ポケモンの今ね、主人公リコだよね、放置ラーメンの日、やばい、イーブン焼き山あんの、ちょっと最高すぎるでしょそんなの、自撮りしよう、シンプルに佐々木さんありがとう、ありがとう、大熊猫さんもラーメン食べるしかないか、そう、自撮りをしてる私を見る回です、人生フォークオンチさん、ありがとう、チョコミン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 を食べるといいね、何気ない一日も、全然漏れない。有名な歌なの？
鹿式デイズ。え、あの鹿の話もしかして。何このポーズ。もっと姿勢よくして目に光を入れて。コバさん、人生を恋にさん、ありがとう、アイス。てかさ、縁日レーン来るならさ、タワレコ広島も行けるよ、8月ね。でも来れないんだ、うん、まだ予定じゃないよって方は確かに作んなきゃ。かゆい。どういうポーズなんだろう。あー、鹿の子、鹿の子のこの子、コシさんたん、それか。ソソさんありがとう、トラッキーさんありがとう。聞きたい、私 TikTok 見てないのよ。なんかもうちょっと漏れてください。こっちならいいかも。いいかな。よし、良い気がするよ。これはなるほどね。これ一番漏れるカメラかも、今のところ。あ、やばい、めっちゃ自撮りタイムしてる。まあいいや、こんな感じで。カラオケ？確かに。撮影許可。あー、でもどうだろうね、権利の問題でダメな気がするかな。動画とか快速ふみちゃん、マサーさん、ミキアーク、快速ふみちゃん、コバさん、いちごありがとう。食べ損ねた、もうなんか残りのちょっとぐらいしか食べれなかった。ムビンさんありがとう、チョコミント。盛らない写真欲しい、そういうこと？漏れてない写真でもいいんですか？使うならこれね、ラブライブとか歌いたい。そう、それ持ってたんだよ。そう、アイドルアニメたくさんあるし。
カンピオさんありがとう、マジックさんもありがとう、山猫坊主さんもありがとう、タッキュンもありがとう、ムミンさんもありがとう、チョコミント、そうなんだ、ミキヤくん、ママもありがとう、小顔タウンさんもありがとう、チョコミント、でもいっぱいある、松田聖子ちゃんもあるし、事前申告制？いや、そんなこともないと思う。サム、アイス、ありがとうございます。じゃあね、もうそろそろ終わるかね。ね、アニソンだったら月と僕と新しい自分いけた、コンコンマー君ありがとう私の今断末魔かな、歌いたい、アニソン、アニソン扱い嬉しいね、コンコンありがとう、ラストノートしか知らない、絶品、ラストノートしか知らない、好きでした、よかった、コンコン、トラッキーさん、おへそさんありがとう、いや、イコールラブさんも好き、あなたコンプレックスも好き、あらん、あなた、確かに誰かやってくれるかな、カッコで喋んな心の声を控えめにコメントするやつ、おへそさんありがとう、生ハゲさんありがとう、いいね、カッコ、結構いいね、コラブに推しメンは野口伊織さんです、かっこ小声、かっこで喋るのいいね、そうさ、じゃあそろそろおいとまかな、石井さんありがとう、今の暴れ具合やば、ありがとう、大声で喋ってる人、りょっぴーりりりさんハートありがとう、遊びに来たよ、やばい、今来たばかり、いいじゃん、こういうこと、あ、いいね、雨か、いやもうさ、もうずっと雨じゃない、じゃあ最後にここ最近の天気を、うーわ、20時から雨っぽいよ、ずっと雨だよ Today、 明日も、しあさってはギリ、ししあさってはオッケー、あ、雨、しししも、日月火は雨やばやん、雨降るね、困ったね、まったく、小顔タンさんありがとう、石さんありがとう、アンナチュラルみな、ヨッピーリリリ、タカさん、石さんありがとう、夜ご飯どうしようか迷ってる、小顔タンさんありがとう、梅雨だからか、夜ご飯はまだ未定ですが、なんか食べようかな、気温が低いのは確かに、わかる、それは嬉しい、じゃあ、みん、え、真夜中の雨は寝れん、繊細すぎるでしょ、私なんてもう爆睡だよ、あ、いいね、ハンバーグ、私なんて大爆睡ね、じゃあまた皆さん会いましょう、健やかに
生きてください。ねえ前髪いいね。今口あみひどかった。マジで辛い。大丈夫かなママ。ねわかる。警報とか買い出しいいね。0233ハートありがとう。じゃあみんな今日も健やかに過ごそうね。この後もまたいろいろ用事が済んだら配信開始します。確かに用事といえばいいね。お役目、お仕事じゃないお役目のことは用事といえばいいね。用事、用事ってめっちゃぴったりじゃん。じゃあまたね。39位から。そうコーラ海さん、あー変わった。もう一回読むね。山猫坊主さん、くにちゃん、風さん、おっとっとさん、佐藤のんすけさん、春民なめきちさん、ほやっきーさん、おりちゃんち、マジックさん、けんちゃん、鈴木秀和さん、まささん、なべさん、サム、石井さん、マシャさん、みつさん、平成天狗さん、キハさん、シンプルに佐々木さん、石井さん、小顔タンさん、アイルサーディンさん、ソブさん、まささん、海速ふみちゃん、小型ペンギンさん、よいちさん、山丸さん、トトラスノー、くぼずんさん、ハニバルさん、そして本日の秋元先生枠はトラッキー先生です。ありがとうございます。人生方向音痴さん、バリーさん、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はハリーさんでした。ハリーさんありがとう。第2位はコバさんでした。コバさんありがとう。そして第1位はコンコンでした。コンコンありがとう。そしてタマもありがとうタトラお疲れ、ありがとう。みんな配信見てくれてありがとう。あららら、そうだよね、アンナチュラル見て。みんなありがとうございます。お礼ありがとうでした。こちらこそです。じゃあ皆様はこの後も頑張ってくださいね。行ってきます。じゃあみんな健やかに行きましょう。ハヤトさんありがとう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに行ってきます。ハヤトさん放置ありがとう、ありがとうね。またね、ハリーお疲れありがとう。気をつけて行ってきます。頑張って帰ります。頑張れ。じゃあ、ね、健やかにみんな、健やかに。ミキヤくんありがとう。健やかに。